はい、皆さんおはようございます。今ね、苗に水をやったところで、今日はねさすがに稲刈りをしておこうと思うんですが、まあ当然こっちの定食もまたあるんでね、昨日の残り、昨日これの半分植えてますんでね、残り半分をね今日植えとかないといけないので、苗を配って、まあもうちょっと稲刈りスタートまでちょろっとですけどね、僕が植えれるとこは植えて、あとは母ちゃんにお任せして稲刈りの方に出発しようかと思います。そんな今日は2020年9月27日でございます。それでは今日も張り切ってハッピーチンゲン菜。チェーン伸びとるやつです。もう一個コマ外さないけどな。今日は前回の続き、ここからスタートです。チェーンをね直している間にちょっとチンゲン菜の定食に戻ってたんですが、その間にタップネタ入れて父が買ってあります。
さあ張り込み終了で、ちょっとね、また離れた次はちょっとまた離れた田んぼに行くのでね、洗車機積んで、泥を落としてから移動したいと思います。今日の分はですね、今日の予定はよいしょ、あと1枚狩りから帰ってきたら、母ちゃんが残りを全部植えてくれとったのでね、水をやっておきます。助かりましたね、母ちゃんありがとう。はい、ということでね、今日もねややこしいとこばっかりね、結局2ターンちょろで 1,2,3,4,5 枚ですか、5枚の田んぼで、まあ場所はこう点々と離れとるしですね、鹿は踏み散らかしとるしね、冷えが多いとこもちょっとあったしね、結局で周りにあるね木の枝が台風で飛んできていっぱい落ちとるんですよ。だから、まあ、若干こう倒れ稲がね倒伏気味ではというのもあるんですが、そういったゴミもあるんでね、標準スピードで枯れないんでね、低速で行くんで時間かかるしでね、まあ結局昼からやって5時20分でございますね。2ターンちょっとなら普通ならね、真四角の田んぼ1枚でもそんなに広い田んぼじゃないですけどね、で2ターンぐらいの面積ならね、ほんまあっという間に終わりますが、結局半日かかるというね、まあ難儀なことをやっておりますが、まあしょうがないですね、これも面倒を見とる限りはね、きっちりやらないけんので愚痴ばっかり言ってもしょうがないですが、まあそんな間にね、母ちゃんがチンゲン菜の方も定食してくれて、
非常に助かりましたし、予定通り定食は終わりました。で、稲刈りはですね、あと2回かな、まあ2日、まあ2日では終わらんのですけど、乾燥調整があるんでですけど、まあ稲を刈るのはあと2日いうことで、まあ今週1週間、順調にいけばまあ1週間2日、飛んで、まあ1週間後には終わっとるかなという感じでございますが、まあこれでね、大方目処がついたということで、まあちょっと楽になったかな、ちょっと気分が楽になったかなというところでね、今日はこの辺で終わりにしておきましょう。それでは皆さん、また明日、ハッピーチンゲン菜。それにしても米が安いな。